せ、谷星フライ王が想像と違すぎる。せ、パディヒランキング。せから。DeNA の山本優大選手、巨人の吉川直樹選手、ヤクルトの西川春樹選手の3名が1位となっております。続いてパリーグ。楽天の泡村秀人選手が1位となっております。西川はさすがにわからんかった。浅村ってほんま A 選手よな。2000本は余裕でいくやろ。意外に少ないんよな、犠牲フライって。2024チーム儀比。ほぼ順位と関係なくて草。タイムリーを打てって話よな。こんなに順位と関係ないもんなんやな。浅村はともかくセリーグはほんまに意外やな。ちな2023はこれや。特にコメントがなさすぎる W。 まあ阪神がすごいな。てか犠牲フライって全体としてこんな少ないんやな。8月初出場で40試合も出てないブロッソーが6位に食い込んでるのくさ。あんなにがっかりだったブロッソーがまさかロッテに必要だったなんて。37試合、打率191、1本、11打点、OPS、504、得点圏、063、失策後言うほど必要か。